冷蔵庫でだいたい約半日置いて味をなじませてください。塩は多めに振ってあります。で砂糖は単純に旨味ですね。甘いものが入ると美味しくなります。ではこれが半日ほど経ったものです。水が出てるんでその水気をペーパーで拭き取ってで、酢で締めていきます。お酢です。片面浸るぐらいの量です。一度持ち上げて下にも酢が浸透する。身の方を15分酢で締めます。15分経ったんで裏返します。返して約10分15分ぐらいです。トータルで2、30分締めればいいかなって感じです。では締め終えたサバです。こんな状態なんでキッチンペーパーを使ってその水気を切っていきます。細かいサバの場合はもう少し、塩と砂糖の分量を減らすのと酢の漬け時間を短くしたらいいと思います。お酢を漬けてる分すごい剥がれやすいんでこのまま手で剥いじゃいます。このお酢する前やと結構くっついてて剥ぎにくいです。してからならすんなり剥げます。